第40期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の小笠原直です。そして解説は瀬戸熊直樹プロにお越しいただきました。瀬戸熊プロ引き続きよろしくお願いいたしま す。それでは対局へと参りましょう。鳳凰戦 A2 リーグ大雪3回戦東杯の開始です。それでは3回戦開始してください。立ち合いに吉田忠の合図によって3回戦開始されます。ちいちゃから白鳥、なんちゃいで、しゃーちゃ三浦、ペーチャ黒沢の並びです。ドラがローマン、まずはちいちゃ白鳥、2回戦目はラスを引いた形、悪くないですね。はい、第1打は9万から続いていて好調です。2メンツ、はい、もう2メンツぐらいで驚かなくなった。今日はさっきのが持ってよかったみたいな。3メンツあったさあ、ポイントも出ておりますがどうでしょうかね、はい、この3回戦最後はね、黒沢さんが2フロー入れての屈指の300、はい、500もありました。ロスを引き入れたのは三浦、まあ、黒沢さんとしては相当屈辱のオーラスの仕掛けでしたよね。まあでも逆に今に見てなさいよって感じはしましたけどね、はい、そういう気持ちを感じた300、はい、500でもありました、はい、ちょっと最後のインタビューを言葉を選びながらやろうかなって思います。あ、じゃあもうお任せしてよろしいですか。小笠原さんが言っても大丈夫。僕が言うとなんか地雷踏みそうだから。そっちの方がね、見てる方もちょっと。さあ、もうイーシャンテの方がいましたか。これで三浦はポンテンも取れる形。もう差し子狙ったね。ハギピンの統一落としとなります、はい、黒沢です。白鳥はイーシャンテントラス。ではまっすぐ手を進めるでしょうか。イーシャンテン、はい、ドラがローマン、テンパイ、さあ来ましたテンパイですが役なし。グケ、はい、テンパイ取らずのダパーマン、9番からキルはありましたね、はい、ドラローマン、ドラ引いた時にね、ええ、ただチーマンが2枚見えというのもあるんでしょうか。そうですね、どっちしろ6万持ってきての感じはもう大したテンパイじゃないってことですかね、はい。ここでソーズかピンズのくっつきにサイドテンパイを、ソーズの1と2差しが若干遠くに見えるって感じですか、はい、そして黒沢に差し子の3色イーシャンテンが入っています、はい、うわ来た、完了、そう引いた出が引くもんね、やっぱ、うん、やかりの方になるからね、なっちゃうんですもんね、ペンサンソーやかり、こっちも、いやいや、イーペイコーのペンサンソー三浦か、大きく大きくいきます。黒沢間に合うかといったところでミャンマーの宝珠、早すぎる井手のテンパイはピン風1000点です。黒沢の大物手を狙った手順も見事でしたが、そうですね、うん、それを間に合わせてはくれません井手の上がり、うん、まあ井手さんもここまで持ってきたのがね、自信でね、いろいろ、はい、うん、だから2回戦こんだけのプラスで折り返したんで、はい、きちっとこれ以上 の点数にして終わりたいですね、今日はね、はい、減らすことなく伸ばして終わりたい、これでいいやと思わずに、そうですね、ウーピンがあんこ、他は苦しい形です。数万からいきました。黒沢形はいいです。うん、今日ここも薄あんこじゃないですか、はい、今日めちゃくちゃ手配に5のあんこが誰かに入るんで、はい、珍しいですよね、そう、苦しい人が必ず1人2人出るんですよね、使いたい部分が持たれていると、そう、ここ数あんこだし、これかなり分断されるんで手配的に、はい、黒沢がね、嘘を欲しい形ではありますね、はい、この辺がね、今日のあやになっていってますよね。うん、井手さんなんかウーソーもウーピンも欲しいですからね、はい、ウーピンが三浦にあんこ、はい、そこをかいくぐるのは誰か、黒さんもドラが1枚浮いていますからね、で、あの今期から昇級人数が若干上がるんですけど、ええ、一応下のリーグもちょっとずつ上がってて、はい、1人2人ずつやっぱ上が上がってるんで上がるんですけど、はい、さらに、Cリーグ以下は2ランクアップができましたね、聞きましたよ200以上浮いた人は
2ランク上がると我々には嬉しい朗報ではありますが、はい、C3 の人は C1 に上がるけど、はい、C2 の人は C1 までしか上がれないですけどね。2ランクアップそこはないってことですね。そこでストップなんですけど、なるほど、はい、だから E2 リーグから2ランクずつ上がっていくと倍速で上がれると、はい、いいじゃないですか、はい、特賞使わずとも、はい、そうただし200以上ダウンすると2つ下がります。でも200以上ダウンなかなかないでしょう。たまにね、あ、まあ、たまに1人2人いますけどね。ありますけど、その、 あの制度ができるともしかしたらそうそうそう、あの展望ばらまくなるなくなるんで、はいはい、結構まとまってくるかもしれませんね。かなり貢献のしかとりです。これウーピンがないですね。どうですかここでドラっていうのも一つありますけども、ドラが一番普通ですけど打点がちょっと下がりすぎるってのありますけどね。選ぶならばウーピンが今1枚見えています、うん、はい、実はウーピンゼロ、はい、あウーピン、三浦さんあんこから1枚来たのか、トンギリありますよね。ありますね、うん、トンを切っていきました。形は十分ということで打点に寄せずスピード意識、まあ、泣きも入りませんでしたし、はい、一応三浦さんが国士っぽかったのがトン切った決め手ですかね。あ、1枚持ってるんじゃないかと、はい、泣かれづらいだろうということね、まあ、実際はこう縦系のチートイツを見ながらの、はい、遠くにチートイツを見ながら国士行った。ここはウーピンのあんこに統一落としとまずはしました、はい、この黒沢の手はどうしましょう、うん、珍しい、絶対トン切んないのに放っていきましたよ。珍しい、今日はもうそういう日でもないんだと。黒沢さんもちょっと認識してますよね。はい、ただいいんじゃないですか、ここいつも通りの戦いをちょっと変えると、はい、うん、下手すると僕の解説のせいにしますからね。なんて言うんですか。もう瀬戸間さん解説しないでくださいよ。瀬戸間さんがいると私負けるじゃないですかと。そこまでは予測してます。それはもう古橋さんに言っていただいて、そこまでは予測してます、はい、天敗です。リアンパーマンはリーチとなりましたが、今ちょっと1枚牌がこぼれてしまいました、はい、この3品は山の3品ですね、はい、そうですね、リーチ宣言をしています。リャンウッパーマンリーチタンヤオ、入れは酸素のポーを入れたとこでした。水素現物、はい、トイトイなんですね。あ、トイトイも見える形なんですね。遠くに見ていたでしょうか、はい、これってドラキってその後スーピン、はい、スーピンにはかなり大事な部分ってことですよね。スーピンを残してたってことは、そうですね、あのスーピンは関連してるはずなんですけど、まあレアケースで今回は関連してないと、まあ、形見れば納得ですが、はい、そうそうですね、ただリャンピンはあのもうリャンピン先切ってるんでおかしな範囲なんで、はい、スーピンは何らかの形で積もりました、関連してますよね、まあ、これ見て納得でしょう、はい、リーチタンヤオツモとなります。テンパネはしません、はい、1000、2000ドラを切っていい形で上がりを決めます。トーン3曲三浦の親番、ドラは何、28期生の三浦です。統一が4組、うん、本一チートなどもあるでしょうか。第1打はローソーから、でも黒沢さん 1,2 回戦に比べて手はなんか伸びてきてはいますけど、そうですね、ただ上がりまで結びついてないので、こっからですね、はい、ドラを持ってくる三浦、ドラはまだ山に2枚、ペンチースを引いたのは白鳥です。お、マンズが寄ってきました。関連ピンが入ります。いいところ引いてます ね、 いいね、ペンチースを関連ピン、はい、はい、続いて上がりを決めれるでしょうか。
コロチだ。はい、いでも目いっぱいにブクブクと崩れそうだな。うんうん、いいですよ。有効愛3連続引き、やっぱ麻雀ツモだね。はい、はいじゃない、ハイパイじゃない。ペンちゃんカンちゃん両面引きましたからね。はい、あっという間のイシャンテン。あとはジャントができればやかりです。有効愛しかすごい全部手出し。あ、こっちも伸びて、おお、またこっち見切って遠くに一通ですか。うん、でも両ピン切っとくとね。はい、あ、どっちも見て、はい、ジャポンするよみたいなこともあるんでしょうか。うん、ローソー2枚切りがやっぱ大きかったですか。こちらですね。はい、一つマンズドラを重ねた黒沢です。いでもいいシャンテン。マンズ引けるか三浦。上がりたい黒沢ドラドラ。両面変化。来ました、テンパイ。これは強いな。特急ピンですね。ああ、でも強いな。マニは三枚切れ。三枚切れだけど。カンローマンテンパイで。天杯取る。ああ、三浦つも切りました。キューピンだ。キューピンが宝珠白鳥流り。成功。ピンフ1000点です。でもないのか。キューピン欲しかったもんね、伊地さん。一応使えましたかね。使いました。ちょっとじれ出したかな。もうちょっとじっくりいってもいいんですけどね。はい。自分の失点にはなりませんでしたが。ならなかったけどね。イースチーピン変化ありましたもんね。早い展開で3回戦トーン4局まで来ました。はい。注目黒沢の親番です。ドラがウーソ。そろそろ重いパンチ入れたいでしょう、ここで。ご本人が一番ね、思ってることでしょうけど、あの300、500上がったんだから、ちょっとは光を。ドラドラ白鳥、なんちゃです。はい、ハクとチュンはまだ利用したいってことですね、はい、ドラドラなんで。想像に寄せるのもちょっと厳しい手配ですもんね。どうですか、連チャンできそうですか。二差しが見えるんですよね。ああ、うん、見えます。はい、井出は苦しい。三浦もそこまで良くはない。トンを切って目いっぱい、うん、親がトン切り。あの辺がね、ちょっと手なりになっちゃってるのが黒沢さんが今日苦戦してるかなと思いますよね。ダメなんですか。いや、本当だったら二差しとダブトンの重なりだけ見るのが黒沢さんっぽいんですよ。はい、うん、でもなんかね、全部を収めるところがらしくないなとは思いますよ。そんな好調ではないなと思いますね。まあ、まずは自然に打って一つ上がりを決めてと、自然って言えば自然なんですけど、逆に言うとパイに誘導されてる感じしますよね。うん、黒沢さんの自然ではないみたいな。そう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 、意思がないっていうか、はい、まあ、そうしなきゃいけないぐらいちょっと今日は伸びがわからないみたいな感じになってますけどね。いつもは私はこの形だから麻雀牌ついてこいみたいな感じです。はい、そう、さっきもドラの富とか ね、はい、そうね、残してるイメージですけども、はい、それすらさせてもらってないから今日はやっぱ苦戦してますよね。苦しい人もなっています。うん、マイナス 48.6 でこの3回戦を迎えて、ただただただ来ましたよ。はい、選択が生まれましたが、まあ、リャワンがウピになりそうですけどね、この2択。はい、うん、どっちがいいんでしょうか、リャンマンの方。うん、まあ、3は引いた時にもう一回考えれるってことですね。はい、まだ2差しも見れますか。はい、そうですね。あとはウーピン切っちゃうとイースーピンが裏筋が見えるってことですかね。はい、あ、じゃあ出さずと、はい、そうですね、いければ白鳥イーシャンテンですが、ドラにくっつけてが目標でしょうか。うん、本当はパーピン切りたいんですね。あ、違う、ドラか、ドラドラ、嘘か。はい、
シャアが1枚切れだったんで、でした、手広くしましたね。もうさらに、伸びるか、地位、地位あるのかな、なんか白鳥さんだとありそうな気配が地位があるのかなプンプンしているんですが、伸びろ、伸びないな、こっちも。ヤンワンが2枚切れたんで3枚、3枚か、3枚切れたんで3枚ですね。ローマを残していきます、はい、シャアは残しておきたいんでしょうか。うん、ちょっと重たい手ですね。まあそんなに自分が頑張る手じゃないと思ってるのかな、まあ、シャア切っといても大丈夫なんですけどね。はい、うん、まあちょっと危険を感じてたら置いときたいでしょうね、そういう配ではあります。親が3巡目にトーンを切って、うん、いつ来てもおかしくないような状況と感じているでしょうか、はい、ランピンとなりました。もうちっといて一本ですね。ですね。あ、まあこれは残すでしょうね。ペー目いっぱいでしょう。ペーが目いっぱい。ピンズは高め。ただペーを切っていきます。白鳥も伸びません。はい。ちょっと泣く風呂のあれに変わってますかね。うん、さあこれで伊手さんも、はい、これでシャアになりますね、はい、まあこうなった時には9ピンの方が良かったかなって感じしますよね。ああ、さっきのリャンピンの時ですね。だからリャンピン自分で切っちゃってるんでね、はい、ダメだ、なんかうまくいかない、伸びないもんね。もう全然伸びません。伸びない、伸びない。ああ、ヒーシャンテン、これは強いな、形が、はい、ただ嘘間に合うパターンある、伊手さんに。ああ、伊手がテンパイ、そうそう、テンパイ入れて、白鳥さんがローマにくっついた場合は嘘出ますからね、でも泣くんですよね両面チーの両面テンパイすっちそう、なかなか泣けないけどね残り1枚です。ああ、そっか、サブロソン目に見えて薄いのか、スッチーさんは泣かなかったかもしれないですね。はい、サブロソが薄いから、はい、サブロソが薄いから、嘘は残り1枚。あ、食い流した。お、イデがパーソーだとテンパイでした。黒沢来た、ドラ引き。あ、小さ危ない、あ、ダメじゃん、まだまだこれは数ワンで逃げる、チーズ危ないね。チーズを引くことはありません、うん、あとパーピン、うん、何でしたっけ、もう片割れ、ウーピンか、ウーピンか、ウーピンも引くこともありません。マジか、はいね、はい、あ、典型的ですねこれね、完全に捕まってる。宝珠は3900、黒沢の未来が6級層がすごい見えちゃったらシャンポンで構える可能性、はい、あ、テンパイ、役なしテンパイです。これは数ピン切っとくと一応ゴロチ変化あるんですね、今のとこですね、はい、9ピン切っとくと単位は変化ありますね、はい、で9ピンの方が安全度は高いと、はい、そうですね、ガンガパーピンはありません、ミロはノーテン、いいシャンテンまで来ましたよ。黒沢はチーソが出る未来が生まれてしまうのか。チーワンはさっきスワン行ったから行きやすいべきやすい。はい。伊手さんの手出しはありましたけど。頑張ります。白鳥のつもぎりが続く。相当6球速切れたからテンパイだけ入ったらパーソー切る可能性出てきましたね、この順目だと、はい、お、
まだか。三色同行にはただ雲がない、はい、雲がないから行く必要なし。天敗天敗入りません。ダメか。はいではいで天敗取り切れました。流局白鳥井出二人天敗で流局です。いやきついね、はい、黒沢さん目線からいくと、はい、もうトンも切ってま、うん、っすぐ進めたのにそれでも答えてくれない。そうですね。南乳一本馬です。ドラは両走、ドラが1枚見えます。ただ黒沢さんがトン切ったから黒沢さん早いなって思って手組みをされたこともありますからね。はい、うん、入谷さんはそういうの結構考えてたかもしれませんね。井出の手配一通が見えるでしょうか。ういい、うわなんでイシャンテン、くっつきのイシャンテン、トラ引きはなんで、何くっつきのイシャンテンって何スピードが違いすぎる。あの両面カンちゃんとかじゃないですかね、はい、くっつきですからね、はい、もうハイパイでしかもタンヤハイのくっつけだからめちゃくちゃ広い。二三四五のピンズか、さあそうか。ここは EP の方を触っていきました。ドラマやりそうですよね。はい。これは、ね、まあドラリアソですもんね。まあそうですね。リアンソー引きが一番ありがたい。まあ、ローピン引きでもいいですね、宮田さんは。ローソー引きで。ローピン引き。あ、ローピン引きで。はい、イスチン。はい。かわし手としては十分。あ、サブローピンでも。これは天敗取れますね。やみ手になります、はい。公式ルールよくあるですね。はい。すぐ誰かピンフ天敗ってても、はい、すぐ終わるみたいな。サクッと。サブローピンは坂残っています。手の内ローピン1枚、こちらに1枚、残り6山。しかも皆さん今回使いづらいサブローピンでしょうか。本当ですね。両ピンを切っている白鳥、四五郎一を見てるでしょうか、うん、これ井出さんダブナンが取れてるのかな。シャーも重なったところ、ローピンだ、うん、選ばれしローピン、三浦の上がり、手が空きました。1000点です。線は1300。まあ打っても安い時はまあまあいいですよね。はい、うん、ここで三浦も上がりを決めました。あと上がってないのは黒沢だけ。何局井出の親番です。ドラはローピン、いいかと。いい、めちゃくちゃいいじゃん。いいかとどう見てもいいね。いいです。あ、でも三浦さんも泣きはできますけど、はい、黒沢は一工夫二工夫。6000オーラね。高め高めで引くとこちらですか。最高系は三面鳥になった。わわわわわ、最高系は6チッパーの3色ですね。はい、白純重ねます。ピンズの方いつまで見える三浦。いやーすごいな。うん、ドラはまだ山に2枚、はい、うわ差し子も見えてきた。今度6チッパーなくなりましたが差し子がその代わり、はい、さあこちらも重装切りはタンヤゴ方向ですね。うわ、明確にくっきり。刺し子、刺し子、刺し子だよ。まあ刺し子崩れても打点はついていきそうですね。まあ打点は、はい、ローピン積もっても6000あるからね。はい。
うん、急走を切ったところ、これもちょっと難しいですが、両ピン切り、はい、6、7、8残しましたね。はい、ドラもローピンというのが強いでしょうか。いや、親の捨て牌見ると本当になんか警戒したくなるな。イシャンテン早そうってことですか。めちゃくちゃ早そう。さあ、三浦がサクッとかわせるか、関連ピン、テンパイです。敏感に感じました、ね、はい。ただここから白のポンを入れてみたいな方向もありますよね、はい、まあそうですね。ハツが来るとってか、ハツでも2枚切れになった、2枚切れになってしまいましたね、はい、じゃあこのままですね。はい、両ピンは山3です、はい、順は封路されている牌、絶望的だもんね、手が。はい、全然いけいけって言ってこないですしんどい。井出はやる気満々、やる気満々だけど救世主現るか、三浦の2000点が決まるか。でも井出さんがリーチって言ったら三浦さんまた引く可能性高いですからね、はい、大いにあります。それまでの勝負、まだ三山の両ピンを先に捉えきれるか。井出のテンパイも近い。黒沢はまた見ているだけとなるでしょうか。急走は切っている。両ピン両ピン長引いています。長引いてるね、はい、これはじゃあそろそろ見切りますか。9ピンも切ってるし、まだ見切らない。まだ見ますね、はい、これでリャンウッパーピン、これは強いでしょう。一気に優秀な街に変わりました。白鳥のパーピンが間に合わなくなりました。ああ本当だ、相当6、7、8こだわってますね。はい、もう切らない構えでしょうか。ああピンズのホイズに見えるのかな。うん、ようやく、しかも一番いらない牌が来た。嬉しくない牌ただまっすぐ進めます。もうしょうがないですよね、順目の兼ね合いでも。いいシャンテン、うわー、リャンウソ一気に薄くなった。井手が欲しいリャンソ、はい、これリャンソチーしても役がないですからね。引いちゃうの、引いちゃう、リーチだ。サブロッキューピンは9ピン3見えリーチです、はい、で三浦さんは、はい、これは相当いくと思うんですよね、リャンパーピンだから。3面茶になったならば、うーん、チーピン現物か。おお、一応2000、4000の可能性残した。自分にとってもってことですか、はい、じゃあ9ピン止まんないわ。はい、瀬戸熊さんだったらどうしてるんですか。まあ対局の、ね、中に入ってないかまた分かりませんけどね、まあ、一応これは打点取りそうですよね。あ、じゃあ同じ、同じになりそうですね。でウピヒ、ウランウピ引いたら角で振り手に戻しそうです、はいはい、すいませんみたいないや、これがリャンウピンとか現物だったらまた、はい、そうですね。うわー、言ってたやつ、言ってたやつ、こう、これ、はい、これいけないでしょ。いった、お、行くのが三浦スタイル、すごいじゃんこれは打点とのバランスなんですか。あとね、チーピン切りが早いから6、9ピンはもう消してんのかな。パーピン勝負でウーピン取ったとこです。サブローマンテンパイ、これはね、どうでしょうか。リーチも考え違いますよね。あ、これですか。はい。ウーピン通ったからね。ええ。カンパーピン情け。うん。闇点でパーピン勝負、サブローマンテンパイです、はい。サブローピン対サブローキューピン対。うわー、三浦お見事。見事やくやくドラドラ。高打点に仕上げてウーピンプッシュの上がりを決めました。これは価値あるね、これよ、これ2000、4000つも上がり、
よく行ったね、ちょっと人が向けたような、はい、行きづらかったですけどね、うん、すごいね、はい、ちょっと風向き変わってきたんじゃない、ドラドラだよ、秀さんから三浦さんへと、うわドラドラでちゃんと見える、いやいやいや、ドラがいいわ、第一倒者黒沢待って入りたい、初がドイツ、白鳥は空気が残っていっぱい、どうしましょう、いでもちょっと勝負にならないような形にはなってるか、来たね、はい、風向きを変えていきました強引にね、ねじ曲げたね、はい、軸をねじ曲げた、やっぱこんぐらいのプレーしないと変わんないですからね、うん、結構表裏一体というか、なんかね、うん、どっちにも転びそうな、はい、そう、黒沢泣きません、あれでウーピンで一番見せつけてバカバカしてもん、ね、はい、すいませんでしたっていういやすごいね、うん、やっぱ結果をつけてくるところがね、はいはい、素晴らしいと言います、2フロ手の内で今ドラが統一、今のところはぜひ聞いてみたいですよね、はい、終わった後に心境、はい、今の一曲ぜひ聞きましょう、はい、もう打点で、ね、まあまあ、打点と、はい、あと相当自分のサブローピンにも自信あったのと、はい、まあ、ウーピンで打ったらしょうがないと思ったのか、ウーピン通る保証があったのか、あ、黒沢さんが久しぶりに形になってる、今がドラなんですよね、うん、ちょっとこっからドラ打つのは抵抗なんでしょうか、いやだからドラってちょっと抜けてたっぽいんで、うん、集中力ちょっとね欠いてきてはいるんで気合入れ直して、はい、うん、そうですね、はい、わかりますよ、でも気持ちは、はい、あんだけ暴走一本になるとね頭ポーッとしてきますからね、はい、なんかさっきまで覚えてたドラがね、そうそうそう、パッと抜けちゃったりしますよね、うん、いでも形がハイパーより整ってきたように見えます、はい、いでさんはここは浮きたいんで、お、トイトイになっちゃったら6ソロになっちゃうよ、いや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 、ドラも1枚残ってるし CP も1枚残ってる、チーズは山に2枚、いいは1枚あるね、あります、 EP も1枚、 EP はないんだ、あ、 EP 白鳥さんの EP がどうなるかな、今は皆さん止まりそうですけど、はい、EP あたりはどうでしょう、あ、これで出るか、まだか、この後の伸び次第、うん、以前もいいシャンテにはなりましたが、はい、ちょっと受け気味です、シーソーにもある、はい、残ってます、天杯まではいけるでしょうか、これでやめですか、白鳥さん、うん、ちょっと価値がなさすぎますね自分の手配に、はい三浦さんの上がりがちょっときつくなったなってきました、はい、黒沢も受けながらという進行で、うん、でももう受け気味ですもんね、3ピン、はい、4ピンが、ターチャに牌が流れてしまえば三浦のテンパイ厳しいところ、ただパーソーも一応残ってますので、そうですね、パーソー2枚ありますね、ええ、うん、まあ E1 入ったら自然とトイトイに受けると思うんで、はい、そうなるとチースはまだ2枚、はい、受けます、まだ時間はたっぷりあります、黒さんもいいシャンテンで、そうですね、ギャンワン入ったのが大きかったですね、はい、うん、チーソー1枚減った、本当だ、チュンが行きづらいのか、はい、うまくいけばね、イーマン重ねちゃったりすれば、はい、見差しとかもありますけど、うん、ちょっと抑えが多すぎたでしょうか、リャンピンも3見えでした、
チーソーが1枚減っています。そして三浦は急走とローソーをスライドしてウッパソーの受け入れが、でもイーシャンテになりました。黒沢さんも3走引いてもう一回イーシャンテ戻ってきました。こちらです。テンパとかテンパあったけど、え、あ、シャンパン、スローマン、はい、で嫌がってたチューンを切らなければいけない。はい、で周りも降りてるっぽいから、ただチューン統一なら流派が早すぎるんじゃないかとは思ってると思うんですね。さすがに、はい、ただチューン行ったとこで自分の上がりがね、はい、価値がどれぐらいか、はい、どうですかバランス的には。テンパイ取る順目にしてはちょっとねまだ浅いんですよね、はい、こっからこの形で押し切んなきゃいけないんで、何でやめるのって話になるとね、チューンは相当当たったら痛い牌なんでね、うん、まあ展開も向かないですからね。さすがにチューンは行く牌ではないですよね。テンパイ入りません。なんだ、なんだ、なんだ、マンズだけど、リャンマン、はい、リャン草原物、3草原物、またチューン切ればってことですか。はあ、またマンズプッシュしなきゃいけないですよね、うん、この後もうやめですね。もっと楽にね上がれる場面が来てほしいですけど、はい、三浦もツモがあと3回。テンパイ取れれば大きいですよ、ここ。はい。テンパイ取れました。いいピン出た。白鳥がイーションテンでいいピン切り。うわ、あ、いるよ。2枚山。2万とチーソーが、あ、今が0になってます。あ、今0です。はい、チーソー1。チーソー1枚残ってます。白トイトイ、ドラドラという上がりが生まれるでしょうか。ウッパーソー取る人もいるけどね。こちらですね、トイトイにせずに、うん、まあさすがに打点が違いすぎるか。ハクドラドラの、はい、2000オールとね、はい、あ、2ロコールと6000オール、ちょうどいいぐらいですよね。どっちもありそうですけど、うん、これウッパソギ取っといていいわとか聞いちゃった、はい、聞くとかね。それも最悪ですね。まあその未来もあるからの高め取り、そうそうそう、まあね、後悔しないようにね、ええ、積もることはできませんでした三浦です。流局です。ただ一人テンパイ、三浦一人テンパイでまたつなぎます、はい、白鳥さんもね1枚切りじゃなかったら抑えてたと思うんですけどね、行くのもなかったですもんね。なあ3曲一本場、ドラはウーマン、今回手配はどうでしょう、うん、両面とアツが2組、はい、まあ角次第ね、あとは周りとの兼ね合い、え、黒沢が1面つ、お、国士か、あらららら、何種ですか、九州10種かな、10種、はい、はい、来ましたね、来ました、白鳥の国士の層が決まるか、国士の層、かっこいい、おしゃれに大地とは剣満から、普通です、はい、じゃあこれもまた、もう一回ひとひねりする、もう一回しない、しない、あー国士くんじゃないこれ、あと欲しいのがペーとイーピンとイワン、3種類です、はい、めちゃくちゃある、ペー4山、ペー 4 イーピン2山、イーピン2、あとはイーマンでしたよね、イーマン、え、3山、イーマン3、いやはや、ミサシ山、ミサシ山来るか来るか、オシャンティーにしたね、極み、まあ、よくやるけど、僕もちょっとね、この大地だ、9万ってだけで国士無双ね、うん、結果薄れてしまいますけど、はい、ただ、他に速い選手がいるでしょうか。さあ伸びてくる三浦です。
ダメな。うんうんうん。はここに1枚。パンチピン入ったりで。いいシャンテン。二差しは崩れましたね。追えないですね。うん、はい。いいマンが切られる。ああ。二山。いいわ二。はい。ペイはいっぱいいるもんね。ペイは四山変わらず。引かねえ。なあなあなんポン。ポンだ。持ってるセラトリ。はい。ああこれ強いね。来ました来ました。でもイーソンもシャーモン。こいつダブナン。イーソンもシャーモン。ビデさんが逆に行きづらくなりましたでしょうか。うん。初をプッシュしていきます。あ、来た。うわ、三蔵行きたいね。行きたいです。三蔵チーだ。今だ。天敗だ。三蔵チーは黒沢天敗。イーソーとシャーのシャンポン待ち。山に一枚ずつ残、あ、ごめんなさい。シャーがなかったのでイーソーしか一枚残されています。来た。来た。いいワンと一品。いいワン一品。黒沢さんはやばいんじゃない、ちょっと止まらないかもしれません。 E1 が2、え、 EP も2、2-2 いるの、対1、 2-2 対1、想像余った、余りました、つもぎりです。三蔵いけるか、あー一応天敗打敗にするね、はい、これ三蔵目立っちゃいますもんね、三蔵目立つ、来たよ、これは来るでしょ、来ると、でも親もいる、チュン行きづらい、チュン行きづらい、一回スーピンですかして、あのテンパった場合だけどね、はい、シーソーテンパや勝負、白鳥のイーピンイーマンは2対2、2-2変わらずです。井出さんもいるね、まだまだまだ想像切らないで組める、テンパ組める、やばいてやばいて、あーチートイツあるのか、チュン思いっきり行きたいけどな、浮きが微妙に9800、うわ難しい、チートイツにしましたね、選択したいと、あ、チュン切れた、これバラいいですね、この順目が、うん、これはでもあるよ、ここ、あびっくりした、 EP 今まだ残されています、うわ想像は切れない、これのテンパ切った、切ったなんでなんで、切れる保証があったでしょうか、チュン切るか、井出のスースー強すぎる、井出さん役なしですよね、ペー白鳥さんもちょっと国士っぽいもんね、はい、うわー二筋になった、いったこれは目立ちます、あーでもまあ想像したはなんか通りそうな感じはしてんのか、井出さんの分分三蔵いけた、三蔵いけた、井出さんの分分がすごいんですけど、逆に待ってください、ちょっと待って黒沢さんだから、いや泣いてる黒沢さんは無視とかそういうなるほどなるほど泣いてる黒沢さんは怖くないとかそういう理論ですか、よっぽど怖いですけどね、そして白鳥もビューンと来ています、入んないな、三蔵でしょ、三蔵いけた、合わせたように見える、見えるけど両層が強い、三浦の出る幕ではなくなるのか、三浦さんどういうことってなってますよね、はい、どういうことみたいな、井出さんが高いケースがありますもんね、うん、だから井出さんの方警戒ですよね、白鳥さんとしては想像ではないから、はい、安易に3ワンとかウーピン切っていいものかっていうね、はい、でドラが今、はい、自分で1枚切っただけで、うん、まあ、マンガンとか言われる可能性が、ただ自分の目から見て E ピンと E1 はいかにもまだいそうなんですよね、行きたいところではありますね、行きたいところではある、通るんであればウーピンぐらい行ってみます、ウーピンぐらいはさっきねウーピン切ってから三蔵、ええ、あ手出しは入ってないのか、はい、でない、入ってないですかね、スーソが手出しでしたっけ、入りましたっけ、ですよね、はい、スーソーが入ってんのか、あ、じゃあ入ってますね、そうですね、はい、まあ間違いなくスーソー切った段階で何かをテンパってると井出さんは、はい、はい、
で、想像の黒沢さん、ダブナン泣いてる想像の黒沢さんにですよ、想像を三蔵数層とかっ飛ばしてるんだからってことですね、はい、でも行く白鳥、はい、これ切れないんじゃないですか。これは嫌だね。やめません、もうこれはさすがに、これはさすがに嫌だね。うん、黒沢さんの街がもう絞りきれないもんね。白鳥に当たってもおかしくない、はい、白鳥さんの国史もなんか見えてると思うんですよね結構、はい、でも選んだのは嘘なんですね、はい、三浦さんはギブアップか、キューピンとペイだから、あとローソーパーソー、ローソーはいけるのか、ローソー行って様子見る。井出が手出しで嘘がありました、はい、ただ井出さんにもローソーは通りそう。中筋です、すごく押されている黒沢、電波が入らない。これでこれ磯当たり、磯当たり杯です。補充するとダブナン本一、磯ションパイか。でも3番いけ、そもそも3番いけるかどうかですね。3番いった、3番いった、で急走1枚切れだから急走の方が通りますよね、はい、さすがに、さすがに急走だ。戻ってきました、初短期、初短期井出です。初は山1、役なし、え、いやいるよね、いいピンは引かねえ、あーまたそうす、急走は行きやすいね、短期しかない。じゃあ急走行ってみて天杯入ったら、うん、チーソーですよ、急走は通る。ああ、やめた。やめた。小さもさすがにいけないってことか。パツがここに来ました。めっちゃ引っ張りそうじゃん、白鳥さん。歪んじゃうんじゃないの、顔がこれ。これ、テンパンじゃないの。やめてやめて。ほらー、瀬戸熊さん、これやるよ、やっちゃってやつだよ多分。あと E1 ですよね、欲しいの。これ黒沢さんが E1 とか持ってくんじゃない。おげー、いや、そんなに急走だって怖くないもんね。はい、急走は、急走はだって短期しかないから、ローソー切ってるから、うん、チーソーが行きづらいから、うん、チーソーでもさすがに勝負できないってことか。うーん、これ E1 じゃないの、ここ。ああ、よかったよかった、よかったね、でも妻がまだありますから。マジか、今じゃなくてして、ああ、よかった、よかったね、よかったね、天杯量だけって思えばね。ここも天杯維持、伊手さんが粘りもすごいんですけど、粘りに粘った。数ワン切ってもいいし、ウワン切ってもいいし、パーワン切ってもいい、安全度の比較ですね。まあ、親に泣かれない牌としては数ワン、はい、白鳥さんまでケアすると、あ、そっか、ウワンドラか、あ、そっか、白鳥さん上切りがあるから、もうやっぱ国士だもんね、うん、どう考えても。これが敗定です。黒沢、そして井出の二人天杯流局です。白鳥も国士無双天杯までは行っていたものですが、はい、そうですね、はい、上がりはなく、よかった、ね、よかったです。なんでこっちが心配しなきゃいけないの。オーラス、オーラスになりました。日本馬です、黒沢の矢番、ドラが初ん、チュンがあんこじゃないでしょうか。普通、あとは普通です、はい、メンツはできていませんが、泣けば早いですけどね。どうなんですかね、その道をたどっていくのか。あとは三者の持ち点どうでしょう。白鳥はもう3万2000点持ってますから、はい、白鳥さんはまあ終わらせるのみですね。三浦さんも終わらせようとする。三浦は形がいい、はい、井出さんはしっかりまとめるためにはここプラスしたいんですよね。となると、はい、となると 5239は45ダメでは、5-2、はい、5-2ですね。あ、三浦さんが圧倒的にいいですね。ドラが浮いてますけど、切っておかしくない手形です、はい、しかもチーしてドラ切りだと白鳥サービスセンター発動しますから、え、だって単ヤオだから。
あどうぞ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 1000点でしょって、はい、1000点なら耐えられますもんね。3色あったらもう最悪だけど、はい、3色はないもんね、まだ今のとこ1300も耐えれるんですね、うん、おお。無難重ねました。黒沢さん、黒沢さん、ウーソーからぶった切った123見てますね。あの想像は全部切るつもりか。この次移ります、はい、こちらハマるかダブナントイツか、はい、イディエスさんは打点が足りない。あ、来た来た来た、ここでドラマがある。あ、切ったトラ切り。さあスピードがある三浦。白鳥さん嬉しい、ドラが見えたぞヤッホー。嬉しいけど2000点は打てないぞと。白鳥もただいいシャンテになったので、はい、そうですね。井出さんラスか、ラス抜けましたんですねこれね。じゃあ浮きまでとも言わず1000点でも価値が大きい局面でしょうか、うん、はい、いいシャンテン。これはきついな、黒沢さんも井出さんもテンパイっぽい。ローピンがつもぎられました。当たってもいいよって感じで来てますね。はい、あ、来た来た来た、いいシャンテン、はい、三浦はチーしていいシャンテン。時間がないよ、ないよないよ。井出が来る、白鳥も来る、三浦も来る。黒沢さん、あー来た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 、椅子外椅子前いいシャンテン。相当マグマ溜まってますからね、はい、ここで解放しないと思う。ん、大丈夫でしょうか。ゴロチあるね、はい、ゴロチ打点がいるからまだダメ。ただテンパイ、カンウソ、カンウソか、カンウソ取りましたね、取りました。あ、これでパッピンパッピンは、あ、あった、ちゃんと3色、はいはい、戸建ての変化です。怒りのマグマどまでいけるでしょうか。何が出た、テンパイ取るかな、取らない、取りません、取らない、さすがにね、3ワン出るよりもさすきにマンズ他へ埋まってもう一回3ワン戻ってくるでしょうってことですよね、はい、もうみんな泣いて黙らしたい、はい、黒沢噛んだ、噛ん、シンドラは増えません、チュンの暗冠です。いけいけいけ、これは残すでしょ、パーピン、パーピンの統一落とし、来た、おかえり、おかえりでペンサーマンです、はい、打点で戻ってきました、ね、狙ってましたよね。あー3ワンだ、三浦が打った、沈んだ、しかも白鳥の上がりとなります。日本馬で沈みとなりましたか。だって8000あるでしょ、ダブナーポイツ77、77セーフ、はい、セーフ3万点きっちりで終えました。3回戦が終了です。トップから白鳥、2着に三浦、3着は黒沢、4着井出の並びで終了です。続いて最終4回戦をお届けいたします。